はい、どうも、チョボリです。てことで、今日はですね、イフットボール2023アプリ版のやっていこうと思うんですけれども、今回は今週獲得できる、僕が個人的にめちゃくちゃおすすめのあるフォーメーションをね、皆さんにご紹介していけたらなと思います。てことで、そのフォーメーションが、はい、こちら、ジェフユナイテッド千葉から4141のフォーメーションですね、ご紹介していきたいと思います。皆さん、このフォーメーション使ったことありますでしょうか？このフォーメーションね、まあ、かなり攻守のバランスが良くて、強いフォーメーションなんですけれども、結構ねこのフォーメーション以前ポルトガルのフォーメーションが流行って、まあその形とね非常に似ているフォーメーションになっております。今週のね最新おすすめフォーメーション解説でもねご紹介したんですけれども、ポルトガルのフォーメーションはね今も獲得できるんですけれども、このサイドハーフの位置、ここがね OMF なんですよね。なんでまあより中央からね攻めることができるっていうフォーメーションではあるんですけれども、このフォーメーションはそのね一時期流行ったポルトガルのフォーメーションとは少し違って、ここのサイドのところがサイドハーフっていうのはね一番大きな違いになっております。まあ、とはいえこのフォーメーションも結構似てね、使ってる方もちらほら見かけるんですけれども、まあ最初にも話した通り攻守のバランスがねめちゃくちゃいいんですよね。もちろんねこのワンボランチプラスでここ CMF なんで、まあ DMF にもねできるんですけれども、これ一応ね DMF にもできるんですけれども、まあしっかり下がってきて守備もしてくれますし、まあサイドハーフがいるんでこうより開いてくれるんで、そこのスペースねこう抜け出してきてくれるんで、個人的にはそこが結構いいかなと思います。なんで僕的にはねこのサイドハーフが開いてくれたここのスペースをねなるべく使いたいんで、この CMF の選手はね DMF じゃなくて CMF 登録で、なおかつまあボックスボックスとかチャンスメーカーとか、まあ2列目とかそういったフォーメーションがいいんじゃないかなと思います。まあそういった人選がいいんじゃないかなと思いますね。 CF はまあ好みですかね。僕はライブレの MVP をずっと使っております。でディフェンスはこんな感じで、まあサイドに関してはあんまり上げなくてもいいのかなって気は個人的にしてます。まあそうするとよりね守備は硬くなりますね。グバルディオルとマンレキのですね今週僕使ってるんですけれども、守備はかなり硬いですね。本当にこの3枚中央下がってきてくれて、もちろんサイドハーフも下がってきてくれて、しかも、ね、サイドバックは上がらないってなると本当結構強いんじゃないかなと思います。逆にね攻守レベル1個上げとかしてあげるとガンガン裏抜けしてくれるんで、まあ、負けてる時とかはね攻守レベル1個上げてもいいんじゃないかなと思います。でベンチメンバーはこんな感じで置いていました。まあデリフトとネイマール、ディマリア、そしてイサク、コマン、まあスパサブでウシアルとレオンを入れてますね。まあその他のコマンとかはね、まあイサクとかもスパサブ要因で、まあ、使ったりとかしてますね。で今回もチームスタイルはもちろんねショートカウンターを使っております。まあこのフォーメーションは特にショートカウンター強いんじゃないかなって個人的にはしてますね。まあやっぱり一番のポイントはポルトガルフォーメーションと違ってこうサイドハーフなんで、まあサイドからね簡単に攻めることができるっていうことと、まあそこのスペースがねサイドが開くとそこにね相手の中盤とかサイドバックがね釣られるんで、この真ん中のスペースが空きますってことで、そこをねこの CMF 活かしてあげるのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、ってことで早速じゃあこのジェフユナイテッド千葉のフォーメーションを使って下の方やっていきたいと思います。はい、てことでマッチングしたので、まずね、コンディションを見ていきたいと思います。コンディションドンということで、まあまあな感じですね。まあ悪くないんじゃないかなと思います。ベンチメンバーの調子は、まあこんな感じで、まあ好調多いですね。まあとりあえずスタメンはこれでやっていきたいと思います。で、お相手の方がこちらを5-1-2ってことで、このフォーメーション5バックでマジでめちゃくちゃ C も硬くて強いんでね、ちょっと集中してやっていきたいと思います。はい、よろしくお願いいたしますということでやっていきましょう。まあ5バックなんで、ちょっと攻撃も難しくなったらね、1個上げとかしてもいいかなと思ってますね。こうギュンドワンで受けて、こう縦当てる。マジで攻撃がめちゃやりやすいんだよな、C も硬いけど。これ早速マップ来た。来た。早速。こう根下。はい。ゴール。いや、完璧じゃん、崩しが。一発目から。この感じですよ。この CF にボールが入った時も、この CMF をしっかり受けてきてくれるんで、あそこのスペースをどう活かすかっていう感じですよね。いや、めちゃくちゃ早速いい感じじゃないですか。これ怖いな。しっかりマルキーノスで守っていきたい。クロス怖い。ナイス、ダイク。下、ここで一回使って、ナイス、マフレズで。カウンター行きたいな、ちょっと。あー、きついか、これ。頑張れ。おー、ナイス、ディフェンス。マルキーノス。しっかり落ち着いてビルドアップしていきますか。ここ使って、ここ台で、ナイス。したら一回これ下いけそう。うわー、ガビきついか。俺のミスだな。ここしっかり中盤下げて守備。中盤マジで守備めっちゃ硬いからね。落ち着いて、サイド当てて、ここ使っていくと。で、真ん中ここ使ってくる。いや、ここです。で、ここ。いやー、マジか。さっき言ったあそこのスペースが空いてくるんで、そこをいかに使えるかっていうのがね、個人的にポイントかなとは思ってますね。やーべー、それはうまい。落ち着いて、マルキーノスでマッチアップしつつ。いい動きだな、ハーランド。頑張れ、守備。ここ、取れる。クロス怖いな、これ。ルークショーか。お、ナイス、ラッキー。これ、縦引っか当てる。で、落として。で、ちょっとガビ？マジか。パスが思ってる弱い。ちょっと落ち着いて。逆サイ展開したこれ。ナイス、ナイス、ナイス、ナイス。そしたらこっち当てる。で、一回落ち着いてターン。オーケー。この三笘。これ、現実みたいな、このトラップ。そしたらここ、クロスが一回上げてもいいけどな。あ、マイナス行こう、これ。いやー、惜しい。
マイナスワンチャンあったな。水戸はマジで今週 A いいよな。マジで使いやすいわ。ここしたら頑張って B だで真ん中切りつつ。いや、ナイス。いい守備、ギュンドアン。ギュンドアンマジで活躍してくれてるわ。中使ってギュンドアン。いいよ、ギュンドアン。立っていける。ここ。出せない。マジか。お、あるこれ。取れない。これしっかり下げて、中見ていきましょう。守備硬いよね、これ。もうなんか、ほらほら、真ん中めちゃくちゃ硬くない？こう使って、で、一回台で当てる。で、もう一回マフェでいこうかな。で、中、はい、入ってって、うわー、いける？きついか。くー、惜しいね。崩し的には良かったんだけど、しっかり下げて、こう切りつつ、ナイス、いいね。当てる。はい、ここ使って、で、ここ使って台で、で、もう一回ワンツー入れて、もう一回いけないこれ。マフレーズ。で、もう一回いけないここ。で、縦。で、ニアズドンいけないこれ。いやー、マジか。いやでも崩し結構綺麗ですよね。こんな感じでなんか中盤も人数多いから簡単にこういう風に細かく崩せますね。大工からサイド当てる三笘選手落として、でここ使ってからのもう一回三笘選手を使っていくと、オッケー、完璧じゃない。落ち着いてこれダブダブかましていって、いやーマジか、いける、ナイス、来た、ビエラインパクトいけない、これいける、インパクト、いやーきつい、ビエラ頑張れ、ビエラビエラオッケーオッケー、ちょっとギュンドンが下がって、ビエラオッケーオッケーオッケー、ナイスナイスナイス、マフレズから一回落ち着こう、一回落ち着こう。ナイス。マルキーノス。で、もう一回、もう一回。オッケーオッケーオッケー。で、落ち着いて。はい。ルークショー強くないなんか。ここはちょっとやばいかも、これ。これやばいね。落ち着いて。落ち着いて真ん中グバルディオで切りつつ。これはいけんじゃない？ナイス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 。前半終了かな、これで。これで、決定前半終了と。はい。まあでも前半 1-0 ですけど、かなりいい感じで攻めてましたね。はい。よろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。いや、前半はかなりいい感じでやれてたんで、ちょっともう 1-2 点決めていきたいですね。ここ当てる。しっかり取られてんな。ここビーラー真ん中。まずい。ここしたら、OK。ビーラー最強。じゃあ、こう、大工から下当てて、グバルディオルから縦当てると。で、真ん中使って、ナイス。ビーラーから縦当てる。いいよ。ここ使って、来た。でも、大外？いやー、大外使えたら熱かったな。お、ラッキー。あー、まずい、これ。逆にまずいかも、それは。したら、ここ、グバリドル頑張って。いやー、オッケーオッケーオッケー。これ一回下げよう。はい、ナイスナイスナイス。下落ち着いて、下使っていきますか。ここ使って、一回落とす。で、ワンツーで走らせてるけど、一回足元使いますか。で、ここ使って、で、中使いたい。オッケー。縦開いてくる。で、落とす。で、マジでオフサイだった今。富安頑張って守って、ナイスグバルディオル。したらちょっと1点頑張って決めたいな。相手の方守備は変わって、ここ1回足元当てようか。ナイスギュンドアン。1回落として、で、ここ当てて、で、こう使って、で、もう1個使って、うわー、そこじゃない。マジでパスミスが多いな。ナイス頑張れ。グバルディオルから、中こう使いたい。オッケー、ガビー来た。ガビーで理解ルーレット。はい。で、ダブタ。ルーレットダブタ今回無理か。惜しいな。ここしたら、ちょっと選手変えるの忘れてんな、これ。ちょっと次出たら変えたいところではあるけど、もう時間ないな、あんまり。富安で真ん中切りながらしっかり。いやー、いいボールだな。頑張れ。オッケーオッケー。いや、ハールド強ない？ちょっと、ナイス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 。したらこれ、縦。オッケー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 、マフレーズ。体力ないけど、頑張って。いやー、マジで。その奪われ方、マジ。きついな、それ。頑張って、ビーラ。頑張って。頑張って。マッチアップしっかりして、クロス。オッケー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 。オッケーオッケー、これじゃあ選手変えよう。したら選手変えていきますか。ちょっとこれね。そしたらじゃあ CF2 レオンを入れて、で、左に、これ、誰か虫やら入れていこうか。で、コマン入れて、あ、左ネイマールでいっか。で、虫やら CMF できるから、ここで左ネイマールで、で、CF 一緒のディマリアで。これで前線行きましょう。ナイスネイマール。当てる。ここ使って、で、一回レオン足元。で、なんかコマン。コマンだったわ、レオンじゃなくて。いやー、いける？くー、惜しい。レオンじゃなくてコマンでした。ここ真ん中切りながら。やばいね、これ。ビエラ頑張って。体力だけど。ナイスグバルディオル。オッケー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 。こっち。ナイス。ラストアンジュ？あー、終わりか。はい。いや、結構っていうか、だいぶ課題試合だったんですけれども、まあ、一応しっかり勝つことできましたね。本当はもっと、点決めれるシーンあったかなと思うんですけれども、相手にシュートは、まあ、2本か、まあ、あと結構うまく守れていたんじゃないかなと思います。前半はね、シュートゼロでしたし、まあ、後半2本打たれちゃいましたけれども、まあ、いい感じで守れてましたし、ほんで、攻守のバランスよくね、かなり強いフォーメーションなんで、まあ、もしよければね、ぜひ皆さん、このフォーメーション使ってみていただけると面白いのかなと思いますね。はい、こんな感じでフットボール動画上げてますので、ぜひよろしければコメント、高評価、チャンネル登録もぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー。